Lights outside the door. Okay, did you already? Yeah, whatever. Share on Discord.橘から呼ばれてきたんだ。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋それは何？何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ、聞こえなかったんだ。さっさと帰る。俺はここんとこ、どこ行っても歓迎されやしね。だが、呼ばれた先で門前払いとは、コケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。 I guess you want to lose your head over it. お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがってどうなって、yeah. Just beating some shit out of some lapdogs. いやー仕事を人に任せられないってのはしんどいね。I am but 川室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。
のサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。I had a good feeling I'd be fighting him. お互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。 And just knock him outside the window. Thank you. Yeah, I knew it too, Zeta V, that he was bisexual. You know, it's not that hard to tell. No. Yeah, I allowed it. I said I can get my health back. Yeah, I didn't want to use it. I already had a lot of health when I even started the boss battle, you idiot. Let me fucking switch thingies then. Thank you.
fucking let me move. Idiot. しましたか。俺のどうなった。あんたも承知で。小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。I hope that's the last time I face that Oda. 俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか。カムロ町さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は道島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの街に集まる人や金。Welcome back, bisexual prick. そこから溢れる甘い汁は全て登場界の極道たちに吸い上げられる。 No, you're not straight though. 何が言ってんだ。 But you're not. 登場界が力で光り輝かせるこの街に、私は風穴を開ける。 I can multitask. こんな風にね。No. I beat Oda. How do you think? Well, he did sort of punch a wall, yeah. Money is power.私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を。Oh, by the way, how's it going, Albert? あんたは一体。キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして。私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。登場会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、登場会直系堂島組若頭風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。
A mole? Shit. The guy that cut his finger off? さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ空の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一壺の所有者を見つけ出すこと。あんた、我々は空の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。Well, apparently, they want them to work together. 我々と手を結ぶことを他ならぬ。風間さんが望む。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入る。風間さんはクゼがあなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることも、まさにいくらおやすさんでもそんなことまでわかるわけないだ。風間さんは道島組の頃が道場組という組織で頂点へ上り詰めるだけの気量を持っている。その懐は、風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのは、そしてその風間さんが空の一壺を手に入れる目的は、Yeah, you don't want to talk to that bisexual prick, man. おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために、エヴだったら、なんで今オエスさんは。それすら風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんと、ご理解いただけましたか、キリュウさん。立花、あんたがオエスさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これはその証拠になると。これは、あなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡した。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのか。だがあの人が俺に何かを望むなら、あの日おやすさんに逆らって極道になった時から、ではこれからどうぞよろしくお願い。Chapter 3 Now The real estate broker in the showdown completed both of 3,000 earned 3 million.And just so you know, you're not straight. You're not straight. Just so I know I am. Just so you know, you're not. So I know I am. But we all know that you ain't, so. We all know that you ain't, so. A Gilded Cage. Gilded Cage. Chapter 3. Yeah. Osaka. What is this, Dynasty Warriors now?Yeah, there was though. Well.
but you can go up, you can go back to the other areas if I wanted to. I'm just asking a question. Yeah, I should be able to go back to the other town when in the future. Kevin Daly, he can never imitate my voice. You've gotta be sexy to do that, and Alpha's not. So, well, Alpha's a joke, Zeta, but you know that. I said it could be. Yeah, but what if you imagine if this was an open world? Not necessarily, you only got a limit, but what if there was no limit to it? Well, this place is amazing. Not even Tokyo has anything ever seen like this. No surprise there, she's the number one club in town. A trip so that doesn't need an age. Shut up, moan the grand lizard with no octopus. We put through the trouble of making the lock. No, you shut up, you're losing me. Oh, fuck you. You bisexual prick. You bisexual prick. No, you're not straight. You fucking interrupt me now, I'm interrupting you, you bisexual prick. あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって、ほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に帰っては絶対安心。折り紙付きです。ああ、あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ、細かい話は抜きにして。ささ、まずは座って一杯やりましょう。ねえ。ほら、さあ。でもね。The Planet Drama Queen, Z2B. The Reptile Species.失礼します。こんばんは。Good evening. どうです？ Nice, huh? There are girls in town here. この方な、The chief of his big man. Look, his big use firms. Go on now, your chance to get me. やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか？かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか？いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます？So we're allied with the Tachibana now. Champagne で10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン行っときましょうか。おいおい、大丈夫か？10万だぞ。大丈夫大丈夫。先生はもうお金のことなんて気にせんと、存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも。一本でええんですか？え？せやね。東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。A bottle, a single bottle. I guess operation was that bottle. なるほど。確かにその通りや。
Well, I bet Operation was the guy that I saw. Four bottles, then that must be a lot of alcohol. Watch your Operation, might get a hard one with a drink. It's like no one gets hard on seeing men's penises. でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで。箱のデカさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんね。 Yes, I believe you to me and sometimes then Hey, I said that's enoughI'm paying good money here. Just let me get a deal. お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もう。That looks like Yuna from Final Fantasy. お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃなお。お客は大概に戦闘。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か？あれはただのケツ持ちだろう。looks like he's the muscle. 本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。はい、シェイ。よく間違われます。ですが違います。せやったら何やねん悪い。申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え？あれが例の？この店はヤクザが仕切っとんのかい？お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのおさわりや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。
神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすか。なめおって。さあ、ショータイム。お前は。あ、くそ。お。この。あ、危ない。なめんなよ。危険ですので、こちらはお預かりいたします。For your safety, I'll hold on to this for you. ありがとうございます、支配人。さて、この野郎、警察に突き出してやる。さばけよ。君、お静かに。こちらのお客様は、ご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならば、このまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんでそれ。 I'm doing okay. I don't really chat as much because you haven't cut scene. このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしては、あまりに酷ではないでしょうか。そこで、お客様に一つお願いがございます。俺に。はい。夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億を下らないはず。あ、それ俺の。いつの間に。
お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。Looks like a little lag. ありがとうございます。Looks like a little lag too. 皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。You know what to do. ここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。Please, Moon, donate to my channel, Moon. I'll cut myself. 蒼天堀の夜の帝王ちゅうやつですわ。At least it's not 10 minutes. Later, Sherry. I don't know him too well yet. Well, I'll give you that. I leave that to Moon. He likes to cut himself a lot. After when he don't get what he wants. Especially from other men.先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアはどうや。How's the floor looking? 落ち着いたか。 People calm down? はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか、あいつら。いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに。よっしゃ。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが。わかったわかった、俺からも。
すみません、お手数で。Now I'm just looking at a phone thing.
ことちょっと常連さんなら誰でも知っとるよ。Now I'm gonna find that waiter. Nothing much. Someone begging.頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました。なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。あいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。
ちょいとお前さんの働きぶりを確認しな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前敵が向いてるって、自分でそうは思わねえの？アホぬかせ、誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや、オーナー。何度目だろうなそのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね、俺には分からないよ。あんたに分かってもらう必要はない。 Well, Kanabon gives a lot of reality check. You gave one, gave about three yesterday. 今月の売り上げ、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。 I bet you fight him sooner or later. そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。I would have just smacked him by now. そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり敵の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの？
冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした？そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。ん、即戦力が欲しくてさ。ノリコここのナンバーワンなんだろ。そんせっしゃ。思ってよ、本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当ひ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしよう。そうだったんですか。でもこれからどう。たく、落ち込んどる暇もあらへんな。よそうですか。よその子でした。オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライブ。そうか。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ、のぞみを。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れる。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。Please let me out of this fucking area. I'm begging you. I don't like this being in this area. Fucking hell. I'm so slow.I'm leaving the fucking establishment. I need health. There we go. Top cabin in there.The Grand. Oh, okay, that's the Grand. Yeah. I need to go to the shop. I need to go to the drugstore. Oh. Yeah, I'm here. Yes, MCU. Yeah,
Yeah. Yeah, it's your fault also. Yeah, but your internet's fucked up because of your God of War game. Like that. I love this then. It'll come in handy, especially with bosses. Yeah, I don't want no weird old men to try to distract me when I'm going to the shop. Especially if it's...
Yeah, I know. I know. And now I don't want to see no more drunks. Like Faster Moon. The bisexual prick. You heard me. You heard me. You heard me. Oh yeah, I know about that. For some reason I can't. Oh right, I ain't got money. Oh, I lose the money on the new area. I lose money too. Yeah, I wish I kept the cat money though. And the same with the item box, right? There's still nothing in the item box. No. Alright, Chris, slow off. Mo's still waiting for Patrick Child. As usual. His boyfriend. I'm liking it, so I'm liking it, Chris. As you know what Moon is, he loves men. Fist is my weapon.
Or maybe you're harassing Patrick. Yes, you do. Yes, you do. You harass everybody. What do you want to speak about, you harassing prick? You see, Chris, he harasses me. Shut the fuck up, Moon. Jeez, you talk too much. Wow, you really talk too much. You can't even shut your own fucking mouth. I'm gonna beat the shit out of you right now, Moon. Come on. Shut up, Moon. Bang your head on a wall. Karate chop your ass. Sit down, Moon. You bisexual prick. Yeah, Moon will be mad if I chop Pat's ass. He's mad anyway, why even bringing his name up, so. Karate chop. Oh. Anyone can beat Pat. Yeah, that's what they all say. Yeah, okay. I bet you had a sexual relationship with him too. How do you do it? Give him a bed and, oh, Pat, this is how you do karate chop in the bedroom in a butthole. Yeah, Chris, he admitted that he likes Pat. As a lover, not a brother. So you do admit that you love him. Not surprised. Hey, Chris, you want to come in and have a laugh? I'm only asking if he wants to come in. Shit. Bisexual fool. Oh.
both know you're bisexual, but just admit the truth. Sheesh. True first, doesn't it, Moon? Cause you are a bisexual prick. Yeah, Chris, it's obvious now. Yeah. Oh, look, I'm facing operation. Yeah, we both know he's not going to get that in 30 wishes, Chris. You know what I'm saying? You know, he ain't going to get it. Even 40 wishes, he's not going to get it. It might be part of the luck, but you still need the odds to get it, though. That would be awesome if I get Raiden Shogun in one wish. The night city in this game. I prefer the day myself. Moonlight's at night, especially with Patrick's around. Moon's a racist prick too. Is that the only way you can win an argument? Well, I'm facing you now. You're a hooligan. He does, Chris. He loves dark places so no one can see him and Patrick go at it. I'm going to chuck Moon off a bridge. That's what happened to Moon.
since we know, we all know that he's not straight, so. Ba-b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 a, you guys says you asshole. No! You're losing your voice, I'm not. Do you know, hey Chris, do you know why Moonlight's dark place so you can see the dark butthole? I'm asking Chris a question, you idiot. I'm asking Chris a question, I have a right to, you know. Shit. Moon, look at shut the hell up, Moon. I'm streaming. I'm talking to my chat. I'm being respectful like you, okay? You can never be respectful to your chat. Yeah, he does, Chris. That's disrespectful. Not surprising. Yeah, you did the same thing with Patrick, so. What, you saying we're like the drunk's level now? Wow. I'll show that drunk that I've got a terrible side too. We all know that. Especially Patrick knows that too. People seen it for themselves. He's always hostile, Chris. Ah, hello, Patrick. Yeah, as long as you don't lose your internet connection. And don't blame it on Patrick if you do. Must be clones, Chris. Patrick's a clone. Because I know Moon loves him. Deep down in his heart, he loves him. So bad, you know. No. Moon can't shut his big fat trap tonight because he is a bye bye bye. I'm not the only one who sees it too, so nice try though. Moon is so bye, everyone knows it. Yeah. Of course he misses Moon.
Everyone misses Moon. I'm doing this on purpose, go around killing men, getting some cash. What the hell is a Mahjong? Play Mahjong, is that Mahjong? I should play Mahjong. I'm gonna have a bit. I'm gonna see if I can play a bit of pool. You know, we know where to stick that cue. Right up Patrick's butthole. That's where Moonlight used to play with that cue. That's what the rumors say, you know. I believe in rumors. There you go. Bye, Witty. Hope you have a nice trip off the bridge. Have a quick game and I'll probably end it. I'm gonna get some sleep. Well, I'll save it after that I've done the stream. Oh, I can't play on. Shit. I can't put it on difficulty. God damn it. I don't want tutorial. You developing fucks. I know how to play pool. I can learn quickly, Moon, unlike you. I'm a very quick learner. Yeah, see? Can I play actual pool now? I know what I'm gonna do.
Yeah, that's how you do it. Nah, yeah. Huh? I just potted the ball. Developing fucks. Moon's fault. How is it my fault? Your friend Patrick did all the woofing. It's all Moon's fault. Because you're a jinx. You jinx it. You jinx it. Easy by talking. By talking. I just said it. You jinx it by talking. Shit, man. You're a bad influence. I ain't an asshole. No. Yeah. Alright, I just saved. So I'm going to end the stream. I'll catch you all later. You too, Moon. Try not to cut yourself.